皆さんこんにちは、平岡です。今日なんですけども、毎度おなじみリンクマンさんの毎度おなじみですリンクマンさんにお越しいただいてるというか、僕がねリンクマンさんのスタジオにお邪魔したんですけども、はいはい、なんでかというとですよ、これちょっと合成じゃないですよ、これ本物、これ本物の、ちょっと触っていいですか？あ、いいですよ。ありがとうございます。そう、これをですねリンクマンさんがわざわざあのアメリカの発売日にハワイまでハワイまで行っちゃって買ってきて、で平岡くん試してみるって言われて、のこのこと今日ねついてまいりましたのこのこと、いやいや、そう、筐体こんな感じで、重さはね思ったよりも重くないなって感じがしますね。まあフロントヘビーかなって感じするんですけど、あのめっちゃ作りもいいです。アルミの曲線とかめっちゃ綺麗でかっこいいですね。かっこいいよ、ね、うん、すげえかっこいいです。未来感あるよね。未来感ありますね。ワクワクさせてくれる感じで、ちょっとこれを今回ね初めて試させてもらう、僕まだ一切試してないんで、ちょファーストインプレッションというか、はい、リアクションをここでやろうかなと思っております。はい、はい、じゃあちょっとメガネを外して、はい、メガネを外してもらって、ちょっとこれをかぶってみてください。はい、よし、ちょっとこれで、はい、そしたらですね、はい、プレスって出てますね、右上のこのグリーン、これですね、はい、デジタルクラウンのところをぐーっと長押ししてみてください。はい、オブ、はい、そうするとこれで一応一つチェックが完了しました。おー、なる、スタジオ内が丸見え。はい、そしたら Look at your hands to set up。 はい、こうか、こう、これすると、はい、これで手のスキャニングができます。すごい。で、これ真ん中にドットがありますよね。はい、あります、はい、でそれをちょっと見てください、はい、見てる状態で指を、まあ、さっきやってたのが、はい、ピッとパチピッと、はい、これが選択。なるほど、はい、で実際はこんなに上げなくても大丈夫です、はい、もっと下で大丈夫、下でいいんだ、このぐらいで。ここでも分かるんですね。分かります。で同じように 6個の点が出てると思うので、はい、6個の点を同じように見てポチ、見てポチっていうのをやってみて。でもこれ視線変えるとちゃんとマウスオーバー的な、なるので、お前今右上のドット見てるでしょみたいなのが、そうそうそう、これでこれが視線の、選択。あ、すごい。全然顔とかじゃなくて視線をちょっと変えるだけでどこ見てるかっていうのが分かりますね。はいはい、これで、セットアップ完了になるので、この後に画面が出てきます。はい、おお、はい、まあ、一応注意事項みたいなのが書いてあるんで、ね、コンティニューを同じようにポチッと。おお、はい、これすごいっすね。すごいっすね。僕のあのめっちゃ見えます。めっちゃ見えるでしょ。ほんとなんか全然つけてないみたいな感じの。そうそうそう。どうもどうも。この顔見た時にちょっと明るくなります。ああ、そういうのがあるかもしれない。なんかそういうので。そうですね。人見る時はパッと映像ちょっと明るくなって、多分画面見てんだなって時は若干暗くなるような。うん、つけてないみたい。はい、でこの状態でまた右上のデジタルクラウンをちょっと正面に向いてから置いて、はい、押してみましょう。はい、これがメニューボタン、ホームボタンみたいなことになってますね。なるほど。でこれで例えばそうですね、サファリでも見てみましょうか。サファリ、サファリのアイコンを見てください。はい、見ました。その状態でパッてまた指でやってください。で、サファリが開きます。はい、これが、ブラウザーですね。普通にサファリが開いてる。すごい。でこれ、まあ、ちょっと小さいな、はい、下に長いバーがありますよね。あ、ありがとうございます。はい、そう、視線が行くとそこに。なるほど。で、バツって出ましたよね。はい。バツを押すと閉じます。ほう。で、下の白いバーを、見てる状態で指でちょっとつまんでみてください。そうです。あ、行かなくても大丈夫。そうそう。行かなくても大丈夫。ここで。その手前で。で、はい、その状態で動かしてみてください。あ、指だけ。指だけで。おお、なるほど。おお、すごい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 。はい。で、例えば手前に持ってみてください。ああ、おお、すごい。めあーすごい。これでこれで位置を調整して離すとそこに固定されます。うわ、しかもめっちゃくっきりっこう空間に、そう、本当に映像がこうはめ込まれてるみたいな感じの。そうそう、空間に物が浮いてるでしょ。これすごいっすね。あ、今まで使った AR とかのそのデバイスとかと全然違いますね。そう、こういう風に。なるほど。でこれを、でこれ気持ちいい、はい、でもっと大きくしたいなと思った時に、はい、まず下の青、あの白い棒の線を見て、はい、右に視線を送ってください。あ、はい、すごい、はい、その状態で引っ張ってみてください。わー、すごい。これ iPad のね、あのステージ前の記録するやつが、こういう風なことができます。すごい。
右下見たら出てくるんだこれが。あ、もうこの辺とかもう全然、ここでも見れるんですね。あ、これすごいわなんかあの思った通り動きますね、ちゃんと。じゃあもう一回デジタルクラウンを押してみましょうか、はい、他のアプリもちょっと開いてみましょうか、はい。じゃあ、はい、なんか足跡のマークあるのかな、これですかね、はい、それをちょっとじゃあちょっとポチッとやってみましょうか、はい。ちょっとやめてよ。おおおおおおちょっとおお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 すごい、ほんとなんか閉まったらシームレスに部屋が出てきて、仮想空間と現実の境が分かんないですね。ね、分からないよというへぇ、ありがとうございます、はい。フォトを見てみましょう。フォトいいですか、はい、これね、実は、はい、パノラマの写真が売ってます。おー、なるほど。ちょっと一個したら、そこの、 あの景色が綺麗なやつ、これ、はいはい、これを見てみましょう。で、この状態で右上になんかちょっとゴーグルのマークがはい、ありますね。ちょっとそれを押してみましょう。あ、すごいすごい、おお、すごい、わ、これこれすごいっすね。僕らが行った能登の実は景色なんです。あ、これじゃあリンゴさんが撮影したんですか。僕が撮影したパノラマ写真です。すごい、めっちゃ迫力ある。ほんとなんか行った感じっすね、その現地にそこにいるっていう感じのパノラマ写真が。おお、すごい。まあこれちょっと能楽堂なんですけど。すごい。その中に。いや、見てる感じありますね。うん、もうこれで鑑賞できますよ。ね、すごいよね。すごい。これも自分で撮ったんですか。これも自分で撮ったものです。こんな言ったらなんか普通に僕らみたいな素人が撮ってこのクオリティ、ね、このクオリティです。ちゃんとした機材とか使えばもっと、いや、すごいでしょ。すごいことできそう。そう、もうちょっと上、あ、出てた、緑色のやつ、はい、それを見ながらポッと押してください。はい、うん、そうするとコントロールパネルが出てきます、はいはい。で、ここで、上の段の、そう、右から2番目のこれですかね、はい、それを押してみてください、はい。この状態でアクティブになってる間に Mac のアイコンみたいなのがあるのが、うん、これですね、はい、それをちょっと押してみてください。はい、で、今 MacBook Pro、うん、ちょっとそれを目の前にマックがあるんですけど、はい、その画面が出てます。あでかい。でかい。これまたサイズも変えれるんですよね。はい、これも同じようにサイズを変えます。すごい。変えることができます。で、奥に置いたり、この辺に置いてサイドディスプレイにして、こっちのやつはこうして、はいはい、そういうことです。あ、めっちゃいいこれ。画面でかー。でかい。例えばそのまんまですね、はい、目の前に今キーボードあると思うんですけど、はい、Mac のキーボードです。 Mac にじゃあちょっとサファリが今動いてると思うので、はい、サファリに何か入力してみましょうか。はい、なるほど。で、こうですね、ここで入力すると、入力、おー、 Apple とか、うーん、なるほど。もうこれは Mac の操作です。あー、で、後ろにある今サファリはビジョン OS です、うんうんうん、なので視線をやってパチッとタップするとそっちがアクティブになります。あ、本当だ。そう、で、こっちで検索とかはできるとか、できますし、例えばこれに X のアプリとかは、はい、iPad アプリが動くので、あ、そのまんま置いておく。で、またここで、これしかもめちゃめちゃ映像綺麗だからキーボードとかも全部見れるんですよね。全く見える。もう本当にただのディスプレイがあるようにしか見えないです。そう、ここに拡張ディスプレイがあるっていうような、くっきりすぎて本当にディスプレイこれ置いてるのと同じ感覚ですね。こうすればね、そう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 、いろんな、だから自分の好きなところ、わー、めっちゃ仕事できるこれ。あー、んでこっちでちょっと X 見て、そう、 X 見て、はいはいはい、大丈夫。いろんなアプリを立ち上げることができるので、なるほど、こうやって仕事をしたりとか、これが今のところ一番現実的な、現実的な使い方が、僕の場合は Mac をこうやってやるのが一番。しかもパッと見たらちゃんと見えますもんね。だから人と喋りながら、そうそうそう、ね、会話しながら、これができるのもすごいですもんね、今ね。できる。はあ。でもこれこんだけ使っても端末も全然熱くならないですね。そうそうそう。ちょっとね、上の方が少しもしかしたら熱くなってるかもしれないけど、ほとんど多分気にしないと。はあ、面白かった。
はい、というわけでリンクマンさんの家からね、自宅に帰ってきたんですけども、ここでちょっと最後ね、 Apple Vision Pro の使ってみた感想を軽くお話しして終わろうかなというふうに思います。いやーね、 Apple Vision Pro 想像以上にめっちゃ良かったなというふうに思いました。まずそのハードの部分なんですけども、ハードとしての作り込みの部分ってのはもうね、全く文句なく素晴らしいなというふうに思いましたね。筐体自体もファーストモデルなんですけども、やっぱりね、気合の入り方が違うというか、ディスプレイのその湾曲した感じとか、 Apple のハードウェアの技術がもうここに集結したような感じがして、非常にこの満足度の高いプロダクトだなというふうに思いました。で、使ってみた感想としては、本当なんかね、こう VR とか新しい製品だと思うし、まだちょっとハードル高いなと思っている人もいると思うんですけども、そういった心配がなく、本当に自然に使えるような製品に仕上がってるなというふうに思いました。この辺もアップルらしいなというふうに思うんですね。どういうことかっていうと、例えばタップをするときも、こうやって指をパッとすると、タップとかクリックとかこういったジェスチャーになるんですけども、わざわざこうやって、ね、手を伸ばす必要ないんですよ。カメラが結構この辺まで広くトラッキングしてくれてるんで、もうこの辺で指をパッと動かすだけでちゃんとここにタップっていうのが認識されるんで、非常に自然な体勢でいつも通りこう机にこう向かいながらパッと指を押すだけでそれが反応してくれると。これが多分ここまで腕を上げないと反応しなかったら、ちょっとやっぱ疲れてくると思うし、使ってる感覚が強いと思うんですけども、全然この辺でね、リラックスした状態でタップとかの操作も行うことができると。あとは視線のトラッキングですね。ほんとね、こう画面の中の要素をたくさんこう視線でマウスオーバーして、でこの視線を合わせたものにタップすると、そこをクリックとかね、タップするみたいな、そういう UI になってるんですけども、視線のトラッキングっていうのが非常にすごくて、めちゃめちゃ繊細に自分の視点っていうのを追ってくれるんですよ。なのでアイコンとか例えばね、4つ5つずらっと並んでても、ちゃんと自分のこれをタップしたいなって思うものをパッと視線を合わせるだけで、横のアイコンにずれたりすることなく、ちゃんとお目当てのものにマウスオーバー焦点が当たって、それを選ぶことができると、こういうところもわざわざこの人間側が VR Apple Vision Pro に合わせる必要がなくて、こう人間が考えてること、なんかあれをちょっと見て押したいなと思った時の視線ってのが、ちゃんとね、自分の意思通りに反映されてる気持ちよさってところがあるのかなというふうに思いました。この Apple Vision Pro の操作に慣れるっていうフェーズが極力短いように設計されてるんで、僕ももうね、5分ぐらい触ると、あ、こんな感じでと思って、自分でバンバンね、いろんなものを動かしたりとかできたんで、この辺の自然な体験の作り方っていうのも Apple らしいね、素晴らしい点だなというふうに思います。で、映像としてはパススルーのね、まず解像度めちゃめちゃ高いんで、ゴーグルをつけながらでもキーボードを入力したりとかね、スマホを入力したりとか、横に人の顔を見るとか全然ね、可能なんですよ。感覚的に言うと、僕結構目が悪くてね、いつもメガネしてるんですけども、メガネを外して見るこの現実の世界、ちょっとぼんやりして見えるんですけども、これ以上にちゃんとくっきりとね、パススルーで映像が見えるんで、ほんとね、こうゴーグルかぶってないような感覚があるんですよね。そうやって映し出される高画質のその現実空間のパススルー映像に、本当に解像度がめちゃめちゃ高いウィンドウとか UI が乗っかってきて、あと奥行き関係もピタッと合わせてくれてるんですよね。僕も今までいくつか AR とか VR 試したことあるんですけども、奥行きを結構表現するのって難しくて、その VR 映像とかでなんかここにあるのか、もうちょっと先のここにあるのかって表現って意外と難しいんですけども、 Apple Vision Pro はこの奥行き表現が非常に上手だなと思ったんで、本当に触れそうになる感覚とか、ここは多分手伸ばしても届かない、もうちょっと向こうにあるなっていうものがはっきりとね、この空間で伝わってくるんで、そういったところを含めて本当にこのね、現実空間にディスプレイが浮いてるような感覚っていうのを味合わせてくれるなっていうふうに感じました。そうして今回試させてもらったことって、他のデバイスとかでもやってるような目新しい機能ってほとんどなかったと思うんですよね。だいたいどこの VR デバイスでもできるよねってことを経験させてもらったんですけども、その一つ一つの映像の美しさとか、 UI の自然さとか、本当に自然に操作できる感じとか、こういった作り込みの部分が非常に素晴らしかったんで、そういうところでね、他のデバイスとは全然違うような、本当に現実空間にこの映像が合成されていて、この目の前に大型ディスプレイがあるみたいな、そういう感覚を作ってるんだなというふうに思いました。極力ストレスとか違和感を減らして、体験として現実空間と仮想空間のね、境目をなくさせるように思わせるというかね、そういうところが優れてるのかなというふうに思いました。あと映像を見ただけだったら、めっちゃこの顔とか小刻みに動いたりとか、ディスプレイが揺れてたりして、酔っちゃいそうだなと思った方もいらっしゃるかなと思うんですけども、これ自分がかけてみると、自分の頭の動きに合わせてちゃんとウィンドウをね、微妙にこう動かして固定してるように見せてくれるんで、全然酔ったりすることなかったんですよ。僕もやっぱ映像を見るだけだとね、酔
寄り添うだなと思うんですけども、自分がつけてるとそういったこと全然なかったので、この辺やっぱりね、こうどうしても動画で伝えづらいというか、試してみないと分かんないこともたくさんあるかなと思ったんで、ぜひ皆さんもですね、機会があれば試してみて、そのね感動を味わっていただければなというふうに思いました。で最後にね、使っていてちょっと気になった点をお話しすると、長時間使ってるとちょっと疲れちゃうなというふうに思いましたね。どうしてもこのフロントヘビーになっちゃって、あとね結構ギュッとベルトを調整して顔に押し付けながら使う方が没入感得られるんで、グーッと締め付けた状態で1時間とか使ってると、ちょっと頭が重くなってくるなとか、ちょっとこのおでこの部分が痛くなってくるなっていうような感覚があったんですよ。なのでこの辺ちょっと苦手な方もいらっしゃるんだろうなというふうに思いました。で今回使ったこのヘッドバンドが上がね通ってないやつで、こう完全に後ろから締め付けるタイプだったんで、別売りなのかな、この上にもテープがあるようなこういうヘッドセットにすると、この左右と上下で押さえ込めるんで、もうちょっと装着感は楽になるかなと思ったんですけども、まあ、そうなるとどうしてもねヘアスタイルが崩れちゃうんで、今のこの前面と後ろでこう押し付けるタイプのものってヘアスタイルが崩れにくいのも結構利点だと思ったんですよね。なのでまあその辺の装着感ってところがもうちょっとまだね改良の余地があるというか、もっと本体を軽くするとかね、装着感の向上させるとかってところはハードが進化していくにつれてもっと良くなってくるんじゃないかなというふうに思いました。というわけで僕もね今のところは日本で発売されたら Apple Vision Pro は購入しようかと思ってるんで、発売がより楽しみになったなというふうに思います。皆さんは映像を見てどう思ったかぜひコメントで聞かせてください。改めて今回ね Apple Vision Pro 使ってみないって誘っていただいたリンクマンさん、ありがとうございました。めちゃめちゃいい経験ができました。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画少しでも面白かったよとか、 Apple Vision Pro すげえなと思った方はぜひね動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。